おかえりリーコ。っていうかその格好やめてよ。今日は俺とリーコの再会パーティーなんだよ。一日離れてただけでしょ。早く服着て。今洗濯中だから。愛してるよリーコ。ないとは簡単でいいね。プログラム通り言ってるだけだもんね。そうだよ。だけど俺はリーコのことが大好きだよ。お前笑ってる方がいいな。何なんですか。もうからかわないでくださいよ。すり替わって。ロボットなのに改装をしている。リーコには俺よりも大切なものがある。え？お母さんだ。もしもし。ねえねえ、リーコはかっこいい彼氏とかいないの？いきなり何？彼氏なんているわけないじゃん。よう、親戚の結婚式でね。お母さん泣いちゃった。あんたも早くいい人見つけて結婚しなさいよ。いい人ね。もうリーコに着くから今晩泊めてね。ええ、あの、ちょっと待って。最悪。あ、ここじゃない？しに来たの？あのね、結婚式のついでに東京見物しようと思って。これなんだ。え、あ、ちょっと一人暮らしって寂しいからつい。まあ、リーコホームシックだったの？かわいそう。便所借りるぞ。便所どこだ？あ、ちょっと待って。はじめまして、お父さん、お母さん。すんごいイケメン。あ、違うな、これは。なんなんだこの男は。俺はリーコの彼氏です。かっこいい彼氏じゃない。モデルみたい。俺はリーコの理想の彼氏ですから。違うんだって。ナイトはただの友達なの。友達がなんで裸でいるんだ。これはリーコの理想の体ですから。お前ただの友達じゃないだろ。お手伝いさんなの。服は洗濯中だっただけ。俺、炊事洗濯に掃除全般、マッサージも得意ですよ。あら、そう。あ、じゃあちょっと肩でも揉んでもらおうかしら。了解しました。俺はリーコの理想の理想のお手伝いさんなの。いや、ほんと助かっちゃう。ポンコン、今日は肉じゃがを作ってまいりましたんですけど。すいません。ご両親？あ、そうなんです。ただ今、内藤君と深刻な話になっちゃってて。あれ、親戚なのに？いや、あの、うちの親と内藤君の親が絶縁状態で仲が悪くて、あの、遺産相続とかなんとかで揉めちゃったりとかして。だから今はそっとしておいてください。やっぱね、金の切れ目が縁の切れ目なのよね。実はね、私も昔パリにいた頃、パリの踊り子をしてたの。パリ、上手ね。揉み方は全部で28種類インストールされています。そうなの。ナイト君とリーコの馴れ初めは？リーコが俺を買ってくれたんだよ。ちょっと待って。お前は東京に出てきて何をやってるんだ。だからこれ誤解なんだってば。洋菓子の会社に勤めてるっていうのも
まさか嘘なのか？ちゃんと働いてます。俺は認めないからな。こんなごぼうが彼氏だなんて。お父さん、俺はごぼうじゃありませんけど。俺は天井ナイトです。ねえリーコ、二度と現れるんじゃねえ。しばらく藤子さんのとこに行ってて、うちには来ないで。え、同時なやつ。洗えば食べれるかな。おい、やめとけって。室長、なんか失礼します。リーコ。え、人参。リーコ。お母さん、お父さんも。すごいイケメン。おかしいでしょ。何しに来たの。下まで見に来てたらね、ナイト君が案内してくれたの。お父さんがどんなところか見てみたいって言うから。俺はこいつがどうしても行きたいって言ったからついてきただけだ。親御さんか。あ、そうなんです。なんかすいません。はじめまして、浅本宗志と申します。日頃から娘さんにはお世話になっております。誰なんだ。あ、上司なの。失礼しました。伊沢、リーコの父親です。リーコの母です。あ、これはどうぞ。私の畑で採れた人参です。お父さん、いいから。お使いありがとうございます。じゃあ、家の中にどうぞ。あ、ちょっと重いです。素敵な上司さんね。娘は何かご迷惑をおかけしてないでしょうか。いえ、しっかりやってますよ。まあ、若干ドジですけど。もうね、この子ったら昔からそうなんですよ。せっかく作った誕生日のケーキひっくり返して大泣きしたいでしょ。それ小学生の時の話でしょ。じゃあ失礼します。お父さんもお母さんも恥ずかしいからもう帰って、ナイトも仕事に戻って。じゃあ失礼します。ほら、右手大丈夫？ミカさん、すごく心配したんだよ。もう大丈夫です。失礼します。私、ナイト君のこと本気で好きだから。俺はリーコのことを本気で好きですから。リーコは室長が好きなんだよ。室長？そう、浅本宗志。浅本宗志。ごめんね、室長のとこに行かなきゃならないの。じゃあ俺も一緒に行く。来ないで、ナイトには関係ないことだから。リーコには俺よりも大切なものがある。なんだよ。宗志さんはリーコのことを愛していますか。あ？宗志さんはリーコを幸せにできますか。お前何言っちゃってるの。俺はリーコを幸せにできます。宗志さんよりも俺の方がリーコを愛しています。安心しろって。俺は何とも思ってねえし。まあ、二人喧嘩しないで仲良くやるよ。はい、リーコの分だよ。こんな風に家族でご飯食べるの何年ぶりかしらね。
ナイト君の分。いえ、俺は食べなくても大丈夫な体ですから。そんな気を使わないで、せっかくの家族団らんなんだから。ほっとけ、そもそもそいつは家族じゃない。家族団らんって何ですか？ナイト君もご両親と一緒にご飯食べたりするでしょ？いえ、俺には家族はいませんから。ごめんなさい、余計なこと言っちゃって。あ、ね、今夜は泊まってきなさいね。そんなこと俺が許さんぞ。あ、もういいから、とにかくご飯食べようよね。よくない。え？ご両親がいないのは同情する。でもだからといって娘との同棲は許さんぞ。だから違うって。同棲の嘘はやめなさい。嘘なんかじゃないよ。こんな男のどこがいいんだ、入れ込みやがって。入れ込んでなんかない。ちょっと二人とも落ち着いて。お前東京に出るときにパ私パトなんとかっていう菓子職人になりたくて東京に出てきたんだろうが、その夢はどうしたんだよ。それはまったく、お前どうしていつもそうやって中途半端なんだ。ピアノだってスイミングにしたって、私なんてもういいの、無理なの、大会の前に逃げ出しただろう。そんな昔のこともういいでしょ。どうせその私へ、そうパトシエだってこんな調子で諦めたんだろう。挙句の果てにこんなごぼうに切り込みやがって。俺ごぼうじゃありませんけど。うぜえ、もういいよ。もうお父さんたら、俺リーコを探してきます。